ベルリンから。おお、これいいじゃないですか。こっちも面白そうだけど、こっちが今回行きましょう。300キロですよね。まあまあ距離ある。よし、これで今日は終わりにしよう。はい。うわ、すごい人数だな。いっぱいいる。OK かな。My 怖 type, good to see you. い。ジョン。ジョン。あ、いた。Thank you, sir. ささっと乗せちゃいました。なんか喧嘩してるみたいですよね、これ。ガーン飛ばし合ってるみたい。セリン、はい。乗せていきましょう。喧嘩してましたよね。しかも結構怖いし。顔が怖いな。チッツ。あ、いた。クエ。ニコ。いますね。クエ。ハイディ。はい。これいかに早く裁くかですかね。セバスティン。セバスティンどこ？あ、全然違うとこ行こうとして、これ違いますね。メンノー。オーノー。メンノーって言うんですね、オーノー。メンノー。ナオミ。お、ナオミ。はい、ナオミ。ん？ここ行かない、行かない、行かない。ウプス。はい。アルバ、いますね。ちょっと邪魔、邪魔。また喧嘩してるぞ、これ。レオン。また違うとこだ。なんか、今回間違ってる人が多いな。エフィ。ん？これも違う。ちょっと間違えすぎでしょ、今回。やたら多かったですもんね、人。リビア、行き先を見てあれすればいいか。はい。ソエにいますね。震えてる、震えてる。怒ってますね。はい。ほっといて、どんどん乗せましょう。なんでそんな震えてんの、この人。はい。人に重なっちゃったんでしょうね。大丈夫か、このお客さんは。あ、これで全員かな。アメリア。アメリア、あれ？あれ？あれ？おかしいな。アメリアっていうか、もう全員チェック。あれ？ああ、ここか。トゥードゥに入ってんな。どういうことだ？残りってことか、トゥードゥは。うわ、びっくりした。ちょっとやばそうな人ですね、この人は。いきなり後ろにいたんですけど。やばそうな人でした、ちょっと。ほっときましょう。OK かな。よし、行きましょう。まあ、中にはやばい人もいるでしょう。はい、じゃあ出発していきましょう。ああ、また。結構距離ありますからね、バンバン走らないと。よし。ここでいいのかな？ここを右か。ああ、狭っ。狭っ。もっと左に寄んなきゃいけないんだ。早くトラック IR 対応してほしい。 何度も言ってるけど、今回は途中どっかしらで休んだ方がいいかもしれませんね。先に見と決められるかな。
道がかなりあるんですよね。あ、ダメだ。パーキングエリアがない。嘘。パーキングないじゃないですか、全然。あ、ベルリンやっぱ相当道が作られてんな。ハンバルグも相当、あ、結構どこもでかい都市は細かく作られてるっぽいですね。ダメだな、今回パーキング寄れない。難しいな、内輪差。あ、さっきのところ行くんだ。ちゃんとさっきのとこ行くみたいですね。素晴らしい。これナビとか変えられないのかな、ルート。これはまっすぐ行けるか。左折専用じゃないよな。いやー、街中混むな。あー、出た。まあいっか。なんか左折専用なのにみんな無視してるじゃないですか、これ。何それ。適当だな。左折専用じゃないのこれ。今度こそ左折専用かな。では これがな、はい、ここら辺か。あれ、ナビが消えた。あ、ここもしかして左でした？あ、本当だ。間違えた、間違えちゃった。まあなんとかぐるっとロータリー回りましょうか、せっかくだから。ちょっとだけサービスですね、ドイツ観光サービス。左折だったか。あのドイツベルリンタワーに目を奪われて全然見てなかったな。多分ナビがしっかりやってくれるでしょう。よし、行こう。このロータリー行きたかったんですよね。わあ、混んでんな。ああ、ロータリーからなんか行けそうですね。うわ、すごいぞこのロータリー。実際もこんな感じなんですかね。まあ、これは名物だろうから行っといた方が良かったな。すごい、4車線ロータリーですね。実際行ったらかなり怖そう。慣れないと。日本は少ないですからね、ロータリーこういうタイプの。おお、あ、中に信号があるのか。右に寄っといた方がいいな。最初なんか長野かどっかにできてニュースになってましたよね。名古屋にもありましたよね。うわあ、これ。ああ、なるほど。出るときに、この一番右車線に行けばいいんですね。これ、大渋滞だな、このロータリー。これ、ストレス溜まるロータリーじゃないですか、なんか。あ、なんかずるし、あ、ずるはしてないのか。右車線行った方がいい気がするな。そこ入れるのか。だったらそこから入って、そこを入れるのだったらいいですよね。あ、危ない危ない危ない。なんか慣れた走りしてんな、この AI たちは。そんな技があるんですね。駅前にできたんですよね、確か。なんか、あ、行ったかもしれない。一度走ったかも。名古屋のロータリー。駅前の。
あ、入ったことある、思い出した、ありましたね。いや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 、完全に詰まってる嘘でしょこれ、どっかで詰まっちゃってますね。うわやばいかもこれ、路肩行くか、だから路肩行っても出れないですよこれ。うわうわ全然流れてないですよ前の方、これは行くしかないな、ちょっとこれ行くか、右から行って多分抜けれますね、道が見えた、もうしょうがないこれ。ちょっと緊急車両としていこう、こっからは<笑>どいて、緊急車両、緊急車両入れさせて、入れさせて、ちょっとダメだ、ちょっと待って、勢いつけないと吹っ飛ばせない、もうここだな、ここだな、これ投げ払ってこう もうダメダメ、これ全然行く気ないですもんこの人たち失礼、もうダメダメ、待ってられないこれ、緊急車両、緊急車両ドイツ名物ですね、ドイツ名物のバッシミュレーター名物の強引に、あ、この1台だ、この1台が詰まってたんだ、最悪ですね本当にこれですよこれあーひどかった、あの1台のせいでこの大渋滞になってましたね。あーようやく抜けれた、どういうな、ちょっとロータリー AI にはちょっと早すぎましたね、ロータリーは4車線ロータリーは早すぎた、もうちょっと学習しないと使えないでしょうね。よし行きましょう、これでベルリンでかいですね、なかなか出れない、よし行きましょう。まさけしさんどうもです、なんか最近まさがつく人多い気がするなまささん名前が5、6人昨日から来てません？マサつく人多いんだな。早く街中から抜けて。あーでもやっぱ、これ何月でしたっけ？もう雪溶けて、緑があれですね。春の気候だ。野球ファンさんどうもです、あ、50キロ制限か、70キロ制限ですね、こっからで、こっからなんだこの標識は、謎標識だな、おー緑がすごいな、農場横に見えますね、トラック IR あればすぐ横とか見れるんですけどね。あ、やばい、速度が。70キロ制限、クルーズコントロールですね。
あら、うまく入ってないな。やっぱ冬とは違ってこっちはこっちでいいですね、春の気候も。危な、速度がこれぐらいかな。あ、こっから100キロ制限ですかね。追い越し可能区間になったんで。あ、追い越し禁止ですね。で、あれが追い越し可能のマークですよね。これは、あ、60キロ制限。ここまっすぐか。あ、違った、左だ、失礼これでゆっくり左回っていきましょう。おお、いい入り方。この感覚ですね、この感覚でいきましょう。あ、こっから高速ちょっとスピード上げてきますよ。うわー、来た。もうこのタイプの加速レーンは必ず来るな。今そんなスピード遅くなかったですよね。まあいいや。お、入ってきた。セリンですよね。標識出てるかな。カズさんどうもです。工事中のマークかなこれ。ん、デコボコ道。なんだ今のマークは。デコボコ道ってことか。加速レーンは飛ばせ飛ばせうるさいんだよな。やばい、これ走りやすいかも。今ハンコン使ってますよ。点が楽しいこのゲーム。ずっとまっすぐだろうな。なんか変な影が。あ？あ？なにこれ、なにこれ。え？ちょっと待って。なんかストップってなった。嘘。え？え？ああ、行けなくなってる。嘘。なんで？こっちからはいけんの？どういうこと？ストップマークが出てましたね、また。え？あ、止まれってこと？ここで。あ、なんか止まった。え？何これ。ハザード、なんかチェックされてるってことこれ。え、検問ってことか。検問ですね。あ、みんな検問受けてる。アメトラの重量規制のイベント的な感じか。そんなイベントがあるんだ。止められた。ちょっとチェックされましたね。あ、せっかくだから止まってきます。これ、ここ狭、入れない。狭、せっかくなんで止まってきましょうか。早めの休憩つくかなこれ。
まだ休憩しなくていいから、すごい視線を感じますね。ちょっと休憩しません、皆さん。23度にしとくんで。休憩しないのかな。ちょっと休憩しますよ。あー、ちゃんとパーキングエリアありましたね。なんか地図に載ってなかったよな。あ、書いてある。あー、ん、なんかさっきとルートが変わったからか。なるほど。あー、いいですね。なんかお金がもらえたらいいんですけどね。あー、すごいすごい。風が吹いてる、これ。検問があるんですね。検問してる。よし、行こう。なんか他の人は早く行ってほしいみたいなんで。朝寒がって、寒がって。はい、行きましょう行きましょう。これで一回、あ、いかん、これ出してなかった。これでいいかな。休憩できましたかね。もうこれで文句言われないですよ。草が生えてんな。休憩いらなかったみたいですね。何の感謝の言葉もなかった。よし、さあ行こう。検問があるんだ。やっぱあの表示はちゃんとイベント発生した時の表示なんですね。もう今目いっぱい踏んでましたよ、アクセル。ベタ踏みですよ、これ。加速中はしょうがないって分かんないのかな。スポーツカーじゃないですからね、バスは。そんな急加速できないですよ。よし、行こう。ん、あ、速度130キロだ。嘘、速っ。ただ制限が、リミッターがかかっちゃってるからな。なんかリミッター解除あんのかな。リミッター解除ありそうですよね、これ。なんかすごい揺れてんな。130キロ出したいな。ああ、工事か。これはやばそう。狭いし、止まってるし。事故ってる、事故ってる。事故ってますね、思いっきり。下手くそだな。ちょっとこの、あ、消えた消えた。よし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 。なんかないのかな、スピード上げるやつは。よし、思いっきり事故ってましたね。よかった、消えてくれて。また緊急走行するとこでしたね。スピード。危なそうだな、このトラック。まだ80ですよね。たまに60になる時があるから気をつけないと。事故った車は一定時間経つと消えますからね。これみんな制限速度オーバーでしょ、これ。あ、60違うか。これ長そうだな、この工事現場。お、またなんか出てる。80か。
結構工事期間長いんですよね。しかもこれもなんかランダムっぽいですよね、車線があったりなかったりするんで。クラフトさんどうもです。わさびさんお疲れ様です。70キロ、うん、違うの。まあいいや、もうちょっとギリギリの速度で行きたいな。あ、下がってきた。長っ。あれ、スピーディーが煽ってますね、前のトラックを。事故りそう、あのトラック。名前からして危なそうだからな。ちょっと要注意ですね。怖い怖い、左にぶつけそう。お、終わりかな。わあ、これ危ない。ほっほっ危な。よし、こっから飛ばしていきましょう。ん、なんか書いてあったな、標識。このトラック要注意、動きが怪しい。大丈夫か。ジャイアンツさんこんばんはです。この調子でいけばもうちょっとで着きそうですけどね。今回初めての海が見えるかもしれませんね。クリスタルさんおやすみなさいです。鈴木さんどうもです。ん、なんだ今の。最近トンネルないですね。全然トンネルがない。また工事現場。あ、なんだこれ。あー、なんだこれ。この標識は何なんだろう。車線が減るのか。130キロ出したいですよね。ゆいさんどうもです。太郎さんこんばんはです。あ、ゆっくり。キューラさんお帰りなさいです。ミラー、サイドミラーに映ってる絵と実際の絵がちょっと違う気がするんだよな。結局さっきの看板は何だったんですかね。ん、あー、またこれ検問所。なんでもないか。透明っぽい、なんかほんと日本の高速っぽいですよね。うん、セリン、セリン、まっすぐですね。あ、ブームさんおやすみなさいです。おー、いいですね。やっぱ風景がちょっと変わってきた気がする。あ、合流地点。速度落とさなくていいんだ。
この車がちょっと残像残るの嫌ですね。あ、100キロ制限になった。あ、原発が見えてきましたね。郊外なのかな、ここら辺は。オービスか、これ。あー、また工事区間かな、これ。工事区間ですね。やば、落としすぎた。60、結構落とすな。ギリギリで行きましょう。あと140キロなんでもうちょいですね。あ、遅いなこの車。いや遅い。いやー、流れが右の方がいいのか。失礼。少しでも早く行きたい。あみんなこっち入ってきた。なんかあれやばいでしょ。あ、やばいやばい、スピード出しすぎて。よし、62キロぐらいだったらいけそうですね。あ、すごい、原発のすぐ近く通っていくのか。御殿場を見ます。具体的な名前が出てきたな。あ、これで終わりかな。これがきついんですよね。うわー、すごい、なんか森になってきましたね。もうちょいとですね。セリン、まっすぐ。港とかありそうだな。いいですね。なんと工事現場、重機置いてありますからね。早いな、あの車。140は出てますね。アウトバーンなんですよね、これ。池田さん、こんばんはです。あ、なんか港っぽいのが見えてきたかな。宮っちさん、おやすみなさいです。 AI すごい飛ばすんですよね。で、事故るからな。すごい飛ばしますよね。怖い。最近雨とか降らないですね。季節によって降りやすかったり降りにくかったりするのかな。両側から抜かされていくけど、右車線は怖いから走りたくない。真ん中がいいですね。早っ、この系。このパトカー早いな。めちゃくちゃスピード出しますね。あ、セイリン右だ。もうそろそろ高速を、インターチェンジかな。ここ右ですね。ちょっと速度落としていきましょう。このスピードだったら文句言われないでしょ。70キロ。お、60。うん、文句言われそう。微妙な。よし、これだったら完璧でしょ。よし、100キロ。
下道入りましたね。こっからセリンまで一本道でしょ。メモコナミさん、こんばんはです。このゲームでそういえば追い越したことないな、 AI 車を。速いから。おお、いや、いい道だ。よし、いや、走りやすい。結構急。危ない。100キロ制限だと、100キロだと危ない場所もあんな。よし、おー、鉄塔が見えてきた。おおおお、どうした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 、急にどうした、急にスピードが落ちたぞ。大丈夫か。結構下道でも100キロ制限とかあるんですよね。あー、なんか詰まってきたな。80キロ制限、70か。で、こっから制限解除だ。なんであそこだっけ、橋だったからかな。あと30分か。ちょっと時間が危ないですね。ちょっと最初に寄り道しすぎたな。ちょっと詰まってる。急ブレーキ踏まれそうだな。これずっとライトつけっぱなしか。こっちが消し方わかんないんですよね。消すキーを忘れちゃった。どうした、詰まってきてんのか。ちょっと呪いな、あのトラック。けど抜かせない。あと50キロだからもうちょいですね。10分以内には終わるでしょう。海が見たい、海が。詰まってきてる。危ない。車間を開けましょう。よし、何なんだろうな、なんか遅い車がいるんでしょうね。そういえばこのゲームバスが走ってないですよね。他のバスが一台も走ってない気がするな。抜けないです。抜けないです。結構対向車が激しいのと前に 何台もいるんで無理ですね。抜けない。速い時速いんですよね。最高100キロしか出せないんで。やっぱあの前のトラックでしょうね、先頭の。危ない、60キロ。よし、あ、ここの町かな。田舎町ですね。やっぱ相当田舎町だな。のどかな風景が続きますね。おっと、どうした、信号かな。あ、
この信号やばそうだな。あ、バス映ってました？ありましたっけ？あんま見てな、見たことがない気がするけど。ああ、もう、これ、狭。あ、ワイパーが止まらなくなっちゃった。ああ、左曲がりたいのか。よし、今チャンス、今チャンス。今チャンス。行った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 。よし。なんとか帝国通りに。おお、すごい。街路樹が立ってる。いい街ですね、セリン。良さそうな街だ。綺麗ですね。街のあれが全然違う。よし、はい。この街いいですね。すごいのどか。おお、速度落とすやつが。おおおお、いや、オフロードしてない。オフロードしてないって。おばあちゃん、オフロードしてないよ、そこ。速度防止のためのあれに乗り上げただけだから。ほんと、ちょっとしたことでもクレームつけようと必死ですね、この人たちは。もうあと3キロなんで、この近くでしょ。あ、海かも、この先。あ、海だ、海。あとで海だけ見てこう。ちょっとうっすら見えましたね、海が。あー、来た来た、ようやく。これ全部右側海じゃないですか。あ、下降りれるっぽい。 He's in trouble. やばいやばい、縁石乗り上げちゃった。まあいっか。はい、浮いちゃってますね。はい、到着です。セリン着きました。長旅ご苦労様です。みんな大丈夫かな。はい、お疲れ様です。バス乗らないでくださいね、これ。はい、なんかみんなまたバスに乗り込もうとしてるけど、やめてくださいね、ちょっと。あー、すごい。これいいじゃないですか。ここ行けんのかな。海ですね。うわー。何ここ、行けないのこれ。ちょっとなんか壊しちゃった。あれ、これ行きたい行きたい。あ、またなんか壊しちゃったみたい。なんか謎の怪奇現象が起きんな、ここ。下から見るとさすがにスカスカか。あ、水の中入れた。ここは入っていいんだ。見えない壁の基準がよくわかんないですね。よし、ということで今日はこの辺りで終わりにしましょう。